今日もアイスのご紹介をします。パピコ大人の濃いイチゴ味です。これは、期間限定12月26日から発売されたパピコの新しい大人のシリーズの濃いイチゴです。はい、なんかこだわりのイチゴということで、すごい甘おうイチゴととちおとめイチゴのミックスだそうです。はい、早速試してみようと思います。いきます。濃い、わかりました。こんな感じ、すごい冷たいです。はい、いただきます。イチゴ、イチゴ、本当にイチゴ。イチゴのアイスって今までイチゴミルクって感じが多かったんですけど、これはイチゴミルクではなくてイチゴです。本当にイチゴのスムージーを食べてるような、そんな感じです。すごい、めっちゃイチゴ、びっくり。本当に程よい甘酸っぱさでちょうどいいですね。ちょっと手が冷たいですね。私ネットで調べたら評価が高かったので納得がいきました。ブゴとかさっぱり、ちょっとさっぱりした時にちょうどいい味です。つぶつぶが入っているので噛んでるとつぶつぶが弾けて、すごいなんかハッピーな気持ちになります。ごちそうさまでした。大人の濃いイチゴをご紹介しました。こちらね、すごいイチゴの感じが強くて、本当にびっくりするぐらい強くて、もう食後とかさっぱりしたい時にやっていったりだなとすごく思いました。こちらは、期間限定のものなので、ちょっと見つけたら早めに食べてみようとおすすめします。それでは。